深夜0時を回りました。皆さんこんばんは。本日この番組のキャスターを務めますアンジュルムの上國料萌です。熊本の皆さん、今年もよろしくお願いします。他の皆さんもよろしくお願いします。皆さんこんばんは。本日のコメンテーターくまもんですっていうのは嘘。アンジュルムのサブリーダー中西かなです。皆さんこんばんは。本日のコメンテーターアンジュルムのいきなり団子です。っていうのは嘘。本当でしょ？嘘。待って、待って、待って、今までいきなり団子かと思ってた。バカ野郎。待って、5年間いきなり団子。5年前から知ってたの、いきなり団子。うん、知ってた、知ってた。あ、違うか。ごめん、ごめん、ごめん。はい、竹内ですよ。今週も、あかりです。はい。今週も30分間お送りします。アンジュルムステーション1422、中西さん、竹内さん。はい。今夜もよろしくお願いします。お願いします。よろぴこ。はい。さて、1月9日は、成人の日ということで、ハナコプロジェクトの中では、うん、モーニング娘。1-7 の、ぷくるむらぴこさん。みずきさんと、石田あゆみさんの2人が新成人です。ぴこみさん。中西さんと、竹内さんから見て、このお二人の、は大人の女性ですか？はい。はい、どうぞ。I have a Mizuki. I have a Ayumi. うん。大人の女性。神ちゃん、これ神ちゃんがやる番だ。何をですか？神ちゃんが今のカナのボケをこうやってあげるの。処理するの。うん。何をですか？なんでやねん。ありがとうございます。ほんとごめんなさい、ほんとに。ちょっと頭回らないから。大丈夫大丈夫。朝だからね。竹内さんはどうですか？この二人？はい。いや、なんか大人の女性と思えない。へぇ。あ、そうなんですか？だって、そうなんですね。私から見ると結構大人なんですね。なんか、久村さん大人ってイメージ。はい。あゆみん？そう、なんか水木ちゃんは、私、エッグの同期だったから、そう、ずっと一緒にいたし、そう、ずっとなんか、その、9歳とか10歳ぐらいの時から一緒にいたから、そうなんですね。私、あゆみんは後輩だから、そう、なんていうの？その、年上なんだけど、後輩だから、なんかその不思議な感覚？二人とも。はい、確かにね。ずっと一緒にいる友達みたいな感じの方と、そう。あとは、まあ、ね、後輩で。そうそうそう。だから、その、だってカナももう19だけ来年、うちら20歳じゃん。だけど大人の女性かって言ったら絶対そうじゃないで、ほら。そうですね、全然。今ね、今ちょっと伝わらないけど、今変顔。変顔しましたね。そう。そんな顔してない、普通の顔してるのに。だからカナとかも、あかりも絶対大人だと思わないじゃん。そうですね。そうですね。そうですね。だから、そう、ずっと一緒にいる人とかは、なんか不思議な感覚。確かに。そう。で、来年うちら成人だよ。やばくない？やばいですね。え？あ、今年か。今年？今年成人して、来年成人式だ。うわぁ、新成人になっちゃう。あ、確かに、二人は、大人ですけど。え、神子から見て、神崎ちゃんと。え、中西さんは、すごい大人っぽいなと思う。中西さんはね。ケンさんは、もう一個下かなって思います。なんか、一つ下。微妙な感じなんだね。だから、勝田さんたちに近い。わかるわかるわかる。やだわ。まあね、誕生日的にもそうだもんね。6月と11月だから。ああ、そうなんですね。だけど、そう、ここだけ見ても、じゃあ、彼のこと大人って思わない人かな。うん。あれ急に無言入った。急に無言入ったよ。いや、大人だって思わないよね。うん。うん、思わない思わない。え、じゃあ二人が思う大人の女性はどんな感じですか？はい。早い。はいはいはい。はい、どうぞ。大人の女性でしょ？はい。カナの大人なイメージは、前髪が長くて、髪の毛が長くて、和田さんじゃないそれ。思いました。和田さんですよ。あれあれ。ててててててて、ルージュして。そう。赤い口紅を塗っていて。そうそうそう。歌詞にあるよ、ミステリーナイト。なんかミステリーナイトの女性みたいな。うん。目元強め。うん。そう。そう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 。竹内さんはどうですか？なんだろう。落ち着いてる人？とりあえず。何そのなんか、落ち着いてる人？違う。落ち着いてる人？絶対慣れないから落ち着いてる人に、多分今、多分慣れないと思った。慣れない？本当？うんうん。無理無理無理。そういう人たちが、大人に見える。そうですね。はい、それでは、今週は、テンション上げてお送りします。上げ上げ。神隠れ思い、頑張ります。アンジュルムステーション1422スタートです。ピッコ。
まして、こんばんは。アンジュルムの上國料萌です。アンジュルムステーション1422。この番組はアンジュルムステーション1422という架空の放送局から、私たちアンジュルムメンバーが様々なことにチャレンジして、リスナーの皆さんと一緒に個性を磨き成長していこうという番組です。ピコ、はい、ここからはそうですね、フリートークをしましょう、はい、しましょう、はい、しましょう、はい、皆さん部屋は綺麗ですか、うん、汚い汚い、あらら、 あらら大掃除をしないですか、する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 、下も、下ももう終わりましたか、もう終わりましたか、綺麗になりましたか、綺麗になりましたか、最近でもなった、で一時すごい汚かったの、はい、でどうしようもなくて、でもいらない服とかもすっごいいっぱいあったから、ちょっとこれ一人じゃ片付けると時間めっちゃかかると思って、うんうん、まあまあ、幼馴染を呼んだの。で手伝ってもらった。片付けのために来てくれたんです。すごい、めっちゃすごいの。もう、あ、これいらないでしょ、こんなん着ないからみたいな。うわぁ。すごい決断早いから。そういう人がいるとさ、捨てれるけど、自分一人だとさ、あ、まだ着れるかもとか、どっかに置いとこうって思うし、結局さ、置いててもさ、1年とか経っちゃうから。確かに。そうで、幼馴染に手伝ってもらったら、ほんと、いらない洋服も着ないやつが、おっきい紙袋、4、5個やばぁ。来て。逆にそれで部屋の半分ぐらい埋まっちゃった。うわ、あ、逆にゴミでって、そう、うわ、いらない洋服で、え、じゃあ結構もうそのお友達、幼馴染のおかげで、おかげで片付いた、ほんとだから、すぐ、うん、あの散らかったらすぐ呼んでる、ちょっとやって、いいな、やってじゃん、一緒にやろうっつってはい、って感じかな。かみちゃんは？私はもう綺麗です、うん、あら、へぇ、嘘嘘嘘なの？私、あの、ベッドに荷物置いちゃう癖があって、あ、わかる、わかる、寝るときに、ね、バンって避けちゃう、そうなんです、ベッドから下ろしてそのままにしちゃうから、もう起きたときは朝、あの、床に散らかってるって、そう、あかり、床に、あかりもそのタイプのですよね、そう、そう、床にとりあえず置いて、なんか眠いときとかもバタンみたいな感じしたい人だから、はい、でそれやったら、うん、そのメロンが、うちの犬ね、はい、うん、メロンが朝こう、まあ、おしっこしちゃってあかりの、そう、ジャケットとか、新しい、寒かったですよね、新しいジャケット、まだ全然着てないやつ、そうそうそうくっさくて本当に、しかも電車の中でそれ気づいて、はい、乾いたとか、勝田さんに教えてもらいました、そう、え、臭いみたいな、臭いみたいな、で、知ってるけどとか、お気に入りのリュックにも、はい、やだ、ふんをされたので、ふんをされちゃった、興味持ってね、持って、ダジャレじゃないよ、これそう、ふんされちゃって、そのカバン捨てたり、うん、え、捨てちゃったんですか、捨てた、だから、うん、本当床に置くのだけは本当にやめようって、うん、その時心に誓った、そうだね、気をつけなきゃですね、カノもでも床に置くタイプかな、なんかカノはそのままベッドとかに置きたくないの、全部、はい、カバンの中に物入ってるの嫌で、わー、すごい、一回カバンの中を空っぽにしたいから、だからめっちゃ部屋汚くなっちゃうの、もう全部だから入ってるもの一個ずつ、だから足の踏み場がなくなる、一個ずつ置いてくる、やばい、服、それはやばい、メイク道具、なんか携帯、なんとかみたいな、もう一個ずつトントントンって地べたに並べて寝るの、で次の日にまた入れ直す同じもの、でもさ、いいよね、あかりさ、あのリュックとかに何か入れっぱなしのまま、私です、次の日の朝、そうそうそうで朝時間ないからさ、そのまま出ちゃうじゃん、はい、それが嫌なの、だから物なくなるの多いもん、多分どっかのカバンに入れっぱなしのまま、あ、あります、どっか行っちゃってるから、お財布をそっちのカバンに入れたままとか、そう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 、待って、鍵がないとかいっぱいある、家の鍵とか、大変ですね大変だね、まあ綺麗に頑張ろう、そんな感じですね、はい、はい、うん、そして、うん、アンジュルムの他のメンバーに期待してることありますか、2010、あります、お、お、あります、どうぞ、いや、期待してることはありますありますはい、あの、あるんですけれども、何ですか、ごめんなさい、あります、ありますんですけれども、うん、あの、カミコが、カミコに期待することね、期待しないでください、待って、ここのメンバーいないことだよ、いないメンバーだよ、他のメンバーって書いてるもんあ、じゃあ私に期待してください、うん、はい、カミコが、うん、あれ、あの、やっぱり、あの、絶対、うん、あの、頭いいじゃん、いや、もう悪いですよ。違う。もう悪いですよって。こう一面だっけ、まあ、回転頭の回転とかがいいと思うから、なんかすっごい MC 向きだな、みたいな思うから。全然向いてない。なんかいつか回していくのかな、みたいな MC をって思うから、期待しますね。やばいね。いや、MC もうほんと最近、うん、喋ったら事故になっちゃうからって言って、もうマイク、ここに固定してるんですよ、ずっと。下に。
もう大変ですよね。いや、でも私は期待してるから。振られないように一歩下がってたりして。あ、そうです。そう、一応ね。ちょっと隠れる。いや、ダメだよ。やっぱり出ていかないと。今のカミちゃん、本当にあかりの昔に似てんの。昔のあかりに。もう、もう確かにそうかも。そう、だからマジでなんかその辛さがわかる。ああ、いい。嬉しい。本当にわかんの。嬉しい。なんか、周りにさ、言われるじゃん、いろいろ。いや、もっとこう話さないとダメじゃん、みたいな、うんうん。いや、話せないんだよ、喋ったらシーンってなっちゃうのがもう辛くて。そうそうそう。じゃあ、これからこの今ラジオを聞いてる方、なんかさ、うん、ちょっとでも反応してほしいな。おーとか。はいはいはい、はい。みたいな。じゃあ、愛の手をたくさんアンジュルムのコンサート。お願いします。で、なんか、おーとか。例えば、うん、私はなんとかなんですけど、おー、それでーみたいな。そういうの入れた方が話しやすいじゃん。そうしていこう。え、じゃあ。返事欲しいですよね。うんうんうん。そうそうそう。お願いします。はい、話しましょう。面白いね。うん。竹内さんはありますか？私、期待すること？はい。でもそうだね。やっぱカッサーが、はい、カッサーのママナちゃんが最近、まあ、カッサー馴染んできたり、はい。来てるなって、そう、思い始めたから、だから、そう、2016年、まあ、加入してまだ半年ぐらいかな。うん、はい。そう、1年全然経ってないけど、うん、最近こうね、やっと馴染んできてくれたから、うん、2017年もっと、なんか、素を出してくれたらいいなっては思いますね。素を。素をじゃない。素を。素を。素になっちゃった。お酢になっちゃった。素、素、素、素。摩擦で指先？あったかいんだから。やめて。やめて。これ言うの、カミコはカミコ。私も、カッサーと、もっともっとアンジュルムとして、こう、超仲良くなって、なんか、カッサーって今まだ遠慮がちなんですけど、うん、そうね。私が、LINE バブル2にハマっていましてですね。うん、で、炎、ずっとじゃん。炎っていうのがあるんですけど、うん、炎を最近送ってくれるようになったんですよ。お、うん、あ、ちょっと嬉しかったですね。よかった。だから、期待することだよ。そうです。もっと仲良くなったら、もっと炎送ってほしいって。そうですね。やめろ、そういう意味じゃない。ゲームのためにやめなさい。そういう意味じゃなくて、もっと仲良くなったら、パフォーマンス中にもっと、うん、あ、もっとなんか良さが自然に、こう、うん、笑顔、増えるから、うん、ですね。そこを増えるからですね。はい。増えるからいいと思うんですね。そうです。はい。はい、それでは、本日のアンジュルムステーション1422、ファーストナンバーです。うん、竹内さん、いきなり団子さん、よろしくお願いします。竹内さん、いきなり団子さんで二人いるみたいですよね。じゃあちょっとこの番組で。そうですね、私はいきなり団子なんですけども。違うじゃん。かな、くまもんでしょ？間違えた、間違えた。くまもんでしょ？かな、言っちゃったね。そう、この番組で、リクエスト曲がね、募集していますってよく呼びかけてるんですけど、うんね、あんまり来ないんだよ。あんまり来ないじゃん、よく、はい。だけど、来てくれたの。おー。来てくれたじゃない。来てくれたんだね。送ってくれたの、リクエスト曲を。だから、そう、そのよね、リクエストしてくれたから、それをかけたいと思うんですけど、はい、まあ、メッセージもあるので読みたいと思いました。はい、ラジオネーム、プリーズミニスカポストウーマンさんからです。もう曲ありがとうございます。ありがとうございます。わかんないわかんない。曲わかんない。カナナン、タケちゃん、カミコちゃん、こんばんは。こんばんは。アンジュルムステーション、毎週楽しく聞いています。カナだけちゃんついてない。カナナン。だって、タケちゃん、カミコちゃんじゃん。カナナンにちゃんカナナンちゃん。わかった。わかった。もう一回ね。カナナンちゃん、タケちゃん。カミコちゃん、こんばんは。こんばんは。アンジュルムステーション、毎週楽しく聞いています。カナナンちゃんのバースデー DVD 買いました。ありがとう。はい、嬉しい。感動したのはラストの曲、プリーズミニスカポストウーマン。ファンならおなじみの伝説のダンスレッスン動画が映し出された後、カナナンちゃんが当時の衣装を着て、プリーズミニスカポストウーマンを熱唱しました。プリーズミニスカポストウーマンは2期メンバーが正式メンバーに昇格して第1弾のシングル、ね、当時モベキマスのイベントで読売ランドまで応援に行ったことを思い出しました、時間が経ったのだなぁと思いました。そんなカナナンはアンジュルムのサブリーダーに、カナナンの成長に涙が出ました。カナナンこれからも頑張ってくださいね、ということで、はい、早速こちらの曲を聴いていただきたいと思います、はい、スマイレージでプリーズミニスカポストウーマン。アンジュルムステーション1422、ラジオ日本をキーステーションに放送中。アンジュルムステーション1422、本日のキャスター、アンジュルムの上國料萌です。そして My name is 金中西。毎度本日のコメンテーター、アンジュルムの竹内あかりです。
それでは、リスナーの皆さんからのメッセージをご紹介していきましょう。イエース。はい。茨城県のラジオネームバタンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。竹内さん、中西さん、上国亮さん、こんばんは。こんばんは。先日、アンジェルムメンバーでディズニーランドに行っていたみたいですが、その時の面白かったエピソード、やばかったエピソード、嬉しかったエピソードがあったら、ぜひ教えてほしいです。メンバーが土日に自由に遊べることって少ないと思うので、今回の話を聞いて、なんだかすごく嬉しくなってしまいました。よかったですね、ディズニー行けて。では、毎週このラジオを楽しみに来ています。テレ。とのことで。テレ。本当にさ、あのさ、うん、アンジュルムのさ、お客さんってさ、うん、なんか、親みたいだよね。うん、わかる。なんか、うちらが、そう、喜ぶと、うん、喜ぶみたいな。そうです、一緒に。自分のことのように嬉しいみたいな。確かに。だってそんなさ、ねうん、お休みで遊んでることを喜んでいただくって。ねなかなかないじゃん、なんか。本当だよ。ね。いや、ありがたいですわ。でもね、ディズニーの話は多分いっぱいあるんですけど、はい、まあ、一番最初、スペースマウンテン乗ったじゃん、みんなで。そうですね。はいはいはい。で、その時に、あかり、カッサーと隣だったの。はい。そしたら、もう尋常じゃないぐらいの、なんか楽しみ方してて。見たかった。やばかった。見えた見えた私、カッサーの後ろの席だった。誰と乗った？やばかった。勝田さん。ほうほうほう。そう、本当になんか最初、まあ、ちょっと、テケ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 ってこう上がるじゃん。うん、はい。その時に、なんか、シャーうわぁ行くぜーみたいな。カッサーが。片手上げて、動く瞬間、片手。え、待って、それ言ってたカッサーだったのかな？そう。一般のお客さんで、すごい方いらっしゃると思って、後ろ見ないでおこうって思ってた。嘘本当にカッサーだったの。本当に笑いながら。いつも、なんか、笠原桃奈ですみたいな、おりゃーみたいな。そうです、そうです。行くぜイエーイとか、ずっと隣で言ってた。びっくりしました。本当に面白かった。しかもだってディズニーさ、行くってなった時、みんなさ、まあ、前日ちょっと握手会とかあったから、はい、ちょっとなんか、お昼とかからでいいかなって言ったら、もう開演前からさ、一人でも行こうとしててさ。チケットをね、そう、当日に取ろうって言ったら。みんなの分取っときますとか。取っときますよ。みんなの分取ったらやばいし。相当お金かかるよって。しかも、なんかみんなお昼からだから、どうするのって言ったら、いや、一人で入りますって。危ないからやめてって思って。意味がわかる。しかも、ポップコーンを、ポップコーンバケツ持ってきて、まあさ、ポップコーン食べるのさ、一回とかかなと思ったら、二回、三回、何回も何回も。結構お金見かけるたびに。しかも、チュロスも、なんか普通一本じゃないそう、一本。一本なのに、二本買ってたから、あ、誰かの分買ってあげてるのかなって思ったら、え、誰が食べるのって、私二本です。マジで？すごいと思って。いやもう子供、本当に。だなと思って。普段大人っぽいけどね。そう。やばい。だってスプラッシュマウンテン、そう、最後に乗った時もさ。あるある。そう、本当にすごかったじゃん。で、なんか音楽に合わせて手拍子とかしてる人、本当初めて見たの。らしいですか。やばい。スプラッシュマウンテンがめちゃくちゃ怖くて。はいはいはい。面白い。そう、乗る前に、ヤフー知恵袋とかの、スプラッシュマウンテン、なんか怖、どれぐらい怖いですかとか。知らんじゃん。乗り方聞いてましたよね。乗り方は、鼻から呼吸して、口から吐いて、姿勢を正してとかも全部調べて、調べ尽くした後に、店員さんに、すいません、これってどうやったら怖くないですかって聞いて、で、隣カッサーだったんですね。じゃあ普段なんか、中西さんなんとかですかとか、ありがとうございます、みたいな感じなのに、なんか、中西さん大丈夫っす大丈夫っすみたいな。すごい、本当に。すごい頼もしくてね。そう、本当に、スプラッシュでは本当面白かったね。しかも写真あるじゃないですか。そうだね。一番それが物語ってるなって思う。カッサーね。そう、本当に。いや、それ見せたいんだけど、なんか、ブサイクすぎて、出せないの。そうそうそう。竹内さんも結構です。1位カッサー、2位あかり、3位リカ子かな。そうですね。そう。で、以下同群的な。そうそうそう。感じ。和田さんはなんか、神がかってるぐらい可愛かった。可愛かった。やっぱり可愛いって可愛いんだな。あ、みんな可愛いけど、カッサじゃない。和田さんってさ、ブレないよね。なんか、和田さんマジ可愛い。本当に、スプラッシュマウンテン乗ってたみたいな。え、そう。なんで、なんで髪の毛全部後ろに行かないの？あかりとカッサーマジでやばいからね。なんかもうパッカーンとか感じだったんですよ。なんか、落ちる瞬間に、あかりとね、リカ子だったんだけど、リカ子が暴れすぎて、あかりの顔面殴ってきたわけ。でも、こっちも落ちるし、みんなでピースしようって決めてたから、とりあえずもう、ピースしたもん。ピース。痛いみたいな。私はピースできなかったんですよね。もう、すっごい面白かった。面白かったですね。いや、楽しかった。でも、いろんな方にね、気づいてもらってさ。そう、店員さんも気づいてくれて。しかも、店員さんが、
アンジュルム、あ、違う、スマイルエッジから応援してて、オーディションの時から応援してましたって言って、そんな長い方がディズニーでありがとうございます。ね、たくさんの方に声をかけていただいてね。はい。いや、嬉しいわ。私、一番面白かったのは、女の子が、多分、何、男の子と女の子が来てたさ、お友達として来てた子がさ、アンジュルムさんですかみたいに言って、はい、で、それで、なんか一緒に、なんかクリスマスソング歌って輪になって踊ったじゃん。そうなんですよ。女の子で。楽しかった。そう。すごい運ですよね。そうそうそう。うん、うん。うんうんうん、そう、輪になって、そのね、ファンの子と一緒に肩組んで、回りながら歌って。何やってんだって感じで、ね、そうそうそう、楽しかった、うん。そういうことしたり、ほんとね。でも、アイアイが来れなかったからさ、また ね、9人で。そう、9人で行きます。絶対2017年は行きます。ね、行こう。はい。はい。たくさんのメッセージありがとうございました。番組へのご意見、ご感想、リクエスト曲なども大募集しております。宛先は、メールの場合、as1422@jorf.co.jp、はがきの場合、郵便番号 106-8039、ラジオ日本、アンジュルムステーション1422まで。それでは、今夜のセカンドチューンです。わ、とてもとても、可愛い曲になっています。はい。それでは聴いてください。アンジュルムで、魔法使いサリー。アンジュルムステーション1422、ラジオ日本をキーステーションに放送中。ラジオ日本をキーステーションにお送りしました。アンジュルムステーション1422、今週の放送もエンディングのお時間です。はい、すごくたくさんお話ができたので、よかったです。よかった。それではここでアンジュルムニュースです。アンジュルム最新シングルのお知らせ。うまく言えない愛のため今日まで進化してきた人間、愛のため全て退化してきた人間、忘れてあげるのトリプル A 面シングルが発売中です。イエーイイエーイ。そしてですね、ハロープロジェクト2017ウィンタークリスタルクリアカレードスコープが1月14日15日は愛知県日本特殊陶業市民会館フォレストホールで行います。今回も全国をたくさん回ります。はい、はい、ぜひ来てください。待ってます。さらにアンジュルムライブツアー2017春、3月5日日曜日、千葉県、イエーイ、千葉県からスタートだ。スタートです。イエーイ、楽しみですね。3月から春ね。そうですね、楽しみだね。さあ始まります。はい。そしてですね、もう一個、アンジュルムコンサートツアー2017春、4月9日日曜日、埼玉県からスタートします。こちらはコンサートツアーですね。はい、そうです。どっちも楽しみだね。はい、楽しみ、楽しみですね。はい。そして竹内さんが火曜レギュラーで出演中、ラジオ日本60トライブ、毎週火曜から金曜日まで夕方6時から夜9時まで3時間の生放送です。斜め45度の土屋隼人さんと一緒にお送りしています、詳しい情報は60トライブ番組ホームページや公式ツイッターでチェックしてください。はい、ということですね。そうだよ、はい、ね、土屋さんはね、神ちゃんのことが本当に大好きすぎてね。ありがとうございます。気持ち悪いの。なんか、そう、噂を本当に、ね、だって、え、出てほしい番組。危ないよ。気をつけてね。本当ですか。マジで本当、変態だから。やば。そう、ずっと言って、神ちゃんはおしゃべりが苦手なんですっていう話をすると、いや、隣にいてくれるだけで、やばい、座ってくれるだけで、とか、いや、本当気をつけて、もし出る機会があったら。じゃあ、いつか、出れたらいいなと思います。あかりの隣をね、土屋さんの隣じゃなくて。そうします、危ないから。はい、アンジュルムステーション1422の番組ホームページと番組ブログ随時更新していきます。もちろん番組ツイッターもあります。アカウントはアンジュルム1422です。フォローぜひぜひよろしくお願いします。それでは来週もバッチリ30分間お送りします。ここまではキャスターアンジュルムの上國料萌がお送りしました。コメンテーターは中西かなさん、竹内あかりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ここで問題です。はい。ででん、でで、中西かなクイズ、イエーイ。パンはパンでも食べられないパンはフライパンですが、私が今食べたいパンは何でしょうか。フランスパン、クロワッサン。はい、答えは言いません。バイバーイ。はい、ラジオ日本をお聞きの皆さんは、この後カントリーガールズのただいまラジオ放送中です。今週も尾関さん、船木さんです。それではまた来週。